商品レビュー専門、オーキーの提供です。今回は出張レビューですね。皆さん、車のバッテリー上がりって経験したことあります？あります。ずっと昔あります。ね、すごく待った。その時どうしました？ちょうどね、職場の駐車場だったんですよ。で、帰ってくる人捕まえて、こう、つないでね、エンジンとエンジンをかけてもらいました。あ、それはいいけど、僕はもう、アメリカの本当に田舎のど真ん中で動かなくなっちゃって、それは困っちゃうね。そう、困っちゃって、アメリカならではですけど、警察呼びました。アメリカだと困ったことあると警察呼ぶの？いや、本当にだって、誰も呼ぶ人がいないから、はい、だからまあ自分が助けてもらうときはいいですけど、人のバッテリー上がりを助けたいってどう思います？そうですね、それもやったことあるけど、そうするとなんかジュースを取られちゃうっていうような感じがするでしょ、なんかね、助けてあげた方も車動かなくなっちゃったりっていうような話も聞いたことがあるので、あ、やっぱりそういうことがあるんだよね、怖い気はしますよね、やっぱそれが怖いんですよ。でもこの大きいのこのモバイルバッテリーがあればその怖さないですよ。はい、なんでこれ普通のただ携帯とかのバッテリーじゃないの？あ、もちろん携帯とかも充電できますよ、はい、これ中身こんな感じですよ、そういうのにしてはちょっと大きいなと思ったんだけど、これで、どうやって、すごいライトまでついてますね、これ、ライトどこ？ここ、ライトこれ長押しするとつきます。あ、でもなんて書いてあるこれ、あ、ついた、すごい明るいね、すごい、本当ですね、これ LED でしょ？ LED です、それですごい明るさ、これ車が暗闇で止まってしまった時にこの中見る時とか、あ、なるほど、あと人に注意喚起、後続車とかにぶつけられないようにするためにこれを置いておくといいですね、いいですね、それでこれで車ジャンプケーブルでジャンプさせることができるわけ、できるんですよ、この車のマークの書いてあるところ、はい、ここめくってそれを刺します。あ、こういうことですね、はい、ちょっとぶつけないように気をつけてください、火花、豪快に飛びますか、なるほどね、ここダメなわけですね、そういうこと、ね、これで動かない車にこう下げるとエンジンかかります、ね、はー、すごい、こんなちっちゃいのでこれかかっちゃうんですよ、すごい、すごいパワーですね、ちょっと怖いから外します。でもね、これ家庭用のコンセントから充電するわけじゃないですか、すごい時間かかったりしないんですか？だいたい1日ぐらいで充電できますね、あ、フルってことで、家庭用の AC アダプターこれがありますので、これでこの家でも充電できますし、あとずっと車に積んどくという人はこのライター、シガライターで、はい、充電できるんですよ。あ、そっちの方がなんか良さそうですね。まあ、なんとなくね。時々だったらね。時々車につないどいて、充電しとけば、これ自体がなくなっちゃうことないですから、ね。もちろん。すごい便利。本当バッテリー上がりって、まあ、助けれるから嫌だって言うと、なんか嫌われそうで、なんか嫌ですよね。その時にこれがあれば、じゃあこれつないで、バッテリー上がり直してくださいみたいな、そういうことを言われますので、持っておくといいのかなって思いますね。確かにすごい持ってるといいと思う、それに僕も案外よくアウトドアみたいなことをしたりするときにすごい、多分これだから普通の携帯とかをつないでおくんだったらだいぶ持つんじゃないですか？そうですね、12000mAh って単位なんですけど、携帯電話スマホでしたら、僕の経験上1週間持ちますね。1週間それぐらいは、はい、だから非常用としてもすごいいいしね、はい、モバイルバッテリー、モバイルバッテリー、モバイルバッテリーです。値段が、いやだって、ね、車をね、エンジンスタートさせる、これを車のバッテリーにつなげて、それエンジンかければ回るんですよ、演奏した時、ね、すごいですよね、すごいと思います。だから自分の車をその壊れた車につなげたくないってありますよね。なんか自分の車を壊されそうみたいで、その時にこれがあれば人を手軽に助けてあげる。モバイルバッテリーでは何でもだから、そう、はい、だから車もちゃんとスタンドできる、緊急時も使えるし、普段も使えるし、で普通の 100V の電源から何時間か家庭用、満タン、満タンは大体1日ぐらいです。へえ、あとここ普通に USB つなげば
iPhone とかも充電できますし。もちろん。で、玄関に置いとけばね。玄関とか自分の車の中に入れといて。うん、ご家庭、家庭に一つ必要、うん、ね、これいいですね。欲しいですね。非常用にもなるし、普段にも使えるから、すごい便利だと思う。はい。てか、収納ケースついてますから。ね、これいいですよね。すごいいいです。一家に一台の時代です。はい。オートバイとかいっぱい持ってる人。結構バッテリー上がりやるんですよ、うん、コレクターみたいな人、うん、あ、そうなんですね。そういう人もこれいいかもしれないです、うん、なるほどね。あとは農機具、トラクターですか、トラクター、うん、トラクターとかね、あの家庭用のちっちゃいやつで1年に1回使おうとするとエンジンかからないってあるんですよ、うん、そういう時ありますよね。その時普通は車につなげてとか、うん、業者呼んだりとかなんですけど、うん、これがあればもうその場でエンジンかけれます。だからまあアウトドアのことをいろいろやるような人たちだったらすごい便利に使うね、はい、そうですね、使い方があると思う、はい、うん、すごい便利です、はい、はい、そういうことで商品レビュー専門オーキーの提供でした。ありがとうございます。ありがとうございます。